AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ軍がロシア兵を待ち伏せ、ロシア兵850人を殺害。ロシアとウクライナの戦争はここ数ヶ月バフムト市で激化している。しかしロシア占領軍はもはやこの地域で以前のような存在感を示すことはできない。最近ロシア軍はバフムートで小規模な地上攻撃を行うことができるのみである。この小規模な地上戦によってロシアはウクライナに勝利することを目指すのではなく、この地域における自分たちの存在を忘れさせないようにすることを目的としている。この戦略でロシア軍は10人から15人の集団でウクライナの各地域に存在している。その一つがザポリージャ地方です。最近ロシア軍はザポリージャ地方で攻撃を行った。この攻撃でロシアの侵略者は10から15人の集団で存在することができた。欧米諸国の支援で日に日に強くなっているウクライナ軍は消耗したロシア軍のこの攻撃を簡単に撃退した。攻撃はザポリージャ州のマリー・シェルバキ村の近くで行われた。ロシア軍がマリー・シェルバキ村に入った時、予想外の反撃にあった。ロシア軍はウクライナ軍の空爆と地上攻撃を受け、その場を離れざるを得なくなった。ウクライナ軍はこの地域に配備された軍人と装備でロシア軍に大きな損失を与えた。ウクライナ国防軍はロシア侵略軍は攻撃後50人以上の兵士を失ったと発表した。またロシアはタイガー装甲車1台、 BMP6 台、戦車1台を失った。ロシアはもはや戦場での損失を隠すことはできない。ザポリージャ州では戦争はそれほど激しくないが、この地域の病院で治療を受けているロシア軍兵士の数はロシアが被った損失を明らかにしている。ザポリージャ州のドニプロルドネという占領地の病院では450人以上の負傷したロシア人占領者が治療を受けているという。また同じくザポリージャ州のバシリブスカの病院は負傷したロシア兵でいっぱいだという。アメリカの戦争研究機関はロシア軍はバフムート地方での損失をカバーするためにザポリージャで攻撃を行ったと述べている。ロシアはこのような小規模な陸上攻撃でザポリージャでの根拠のない購入を宣言し、人々にバフムートでの失敗を忘れさせようとしていると述べている。一方ウクライナ軍は1月31日ロシア兵850人を殺害し、装甲戦闘車両9台、大砲システム1台、多連装ロケットシステム1台、戦術的無人航空機4台、車両及び燃料トラック7台、特殊装備1点を破壊しました。英国がウクライナに譲渡を約束した戦車は夏までに戦線に到着する。イギリス政府はキエフがロシア軍と戦うのを助けるために14台のチャレンジャー2戦車をウクライナに送る予定です。国会で戦車がいつウクライナに到着するかという質問に対して、イギリスのベン・ウォレス国防相は夏の間か5月かおそらく4月9日のイースターの頃になるでしょうと答えた。米国運輸司令部はブラッドレー歩兵戦闘車の第1陣がウクライナに出荷されたことを発表しました。米国運輸司令部によると60台以上のブラッドレー歩兵戦闘車両がサウスカロライナ州ノースチャールストンの海岸からウクライナに向けて出荷されたとのことです。ブラッドレーはロシアの不法侵入から国境を守るためウクライナ軍にさらなる攻撃力と防御力を提供するという。欧米、ウクライナ、ロシアの情報筋はロシアが差し迫った攻勢を準備していることを示し続け、今後数ヶ月の攻勢が最も可能性が高いとする ISW の評価を裏付けている。ISW によれば NATO のイェンス・ストルテンベルグ長官は1月30日ロシアが和平交渉の準備をしているという兆候はなく、全ての指標はその逆を示していると述べた。ストルテンベルグ氏はロシアは20万人以上の人員を動員する可能性があり、国内生産の拡大やイランや北朝鮮などの権威主義国家との提携を通じて武器、弾薬の入手を続けていると指摘した。ストルテンベルグ氏はロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナで最大限の目標を持ち続けていることを強調した。ウクライナ陸軍予備役評議会のイワン・キモチコ代表はこれに関連して、ロシア軍がドンバスで予想される攻勢の一環としてその陣容を強化しつつあると述べた。
ストルテンベルグとティモチコの発言は、ロシア軍が今後数ヶ月のうちにルハンスク州でおそらく攻撃活動を開始する条件を整えているという ISW の以前の予測を裏付けるものである。 ISW はロシアの軍事ブロガーが、さらにロシアの情報空間がロシアの攻撃のための条件を整えており、ロシアはまだそのための予備軍を全て配備していないことを示し続けていると指摘した。 ISW はロシアとイランは経済関係を深める努力を続けていると指摘した。この24時間の間にロシア軍は3回の空爆と4回のミサイル攻撃を実施した。また多連装ロケットシステムを配備し、ケルソン市とオチャキフ市の住宅を襲うなど60回以上発射した。民間人に死傷者が出た。ウクライナ全土でミサイル攻撃や空爆の脅威が続いている。ロシア軍はライマン戦線とバフムト戦線で攻撃作戦を続けている。占領軍はアブディフカとノボパブリフカの前線での攻撃行動に成功しなかった。侵略者はクゲンスクとザポリジャの両戦線で守備を固めている。ウクライナの航空機はロシア軍の人員、武器、装備のクラスターに対して4回の空爆を実施した。ウクライナのロケット軍と砲兵隊は3つの司令部、4つのロシア軍人の集団、2つの弾薬庫を攻撃した。ウクライナ参謀本部によると、占領軍は占領地ルハンスク市の第3市民病院産科病棟と州病院産科病棟の敷地内にロシア軍人を治療する野戦病院を設置したという。ドイツのオラフ・ショルツ首相は、和平交渉はロシアがウクライナ領から軍を撤退させることを条件としなければならないと発言している。またウクライナ人の背後でロシアと和平協定を結ぶことはできないとショルツ首相は述べた。さらにドイツ首相は、ブラジル大統領と我々は共にロシアの侵略を非難するという明確な共通の立場を持っていると付け加えた。一方ルーラ大統領は、ウクライナにゲパルト自走降車砲やレオパルト戦車の弾薬が供給されるとの希望を明確に否定した。1月30日ハリコフ州におけるロシアの攻撃で1名が死亡、さらに1名が負傷した。ロシア占領軍はこの24時間、クピエンスク、ボブチャンスク、ストリレチャ、ドボリチュナおよびハリコフ、チュフイブ、クピエンスク地区の他の国境集落に砲撃を行った。残念なことに、ボブチャンスクでは62歳の民間人男性が砲撃の結果死亡した。83歳の女性が負傷した。彼女は重体で病院に運ばれた。ウクライナは空を守るために、道徳的にも物理的にも時代遅れの様々なタイプのソ連製航空機を、1種類の多目的戦闘機に置き換える必要があるのです。F-16 はそのような戦闘機に200機単位でなりうるのである。ウクライナ空軍の広報担当者は、ウクライナはヨーロッパでも有数の大国であり、戦時、平時を問わず航空保護が必要だと指摘している。ロシア、ベラルーシ、占領地の40カ所の飛行場にある占領軍の航空機群は、車両数で言えばウクライナ機の5、6倍はある。ベラルーシは戦争参加に備え、ロシアとの共同参謀訓練を開催する。ベラルーシの軍隊は、いわゆる地域集団の合同司令部のロシアとの2週間の合同スタッフ訓練の開始を発表した。この1週間、両国の軍事部門の代表者は、連邦国家の軍事的安全保障を確保するための地域的な軍隊群の使用に関する決定というテーマに沿って、近年の武力紛争の経験に基づく軍隊の使用に関する共同計画を練ることになります。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。